で、ここにはね、もうこれ基準で作るっていうことか。ちょっとこれでも地面が浮いてるかもね。ここ傾斜してるね。2メーター2個置くか。角から置き始めるべきだったかもな。幅はどうなの？なるほど。そうだね。じゃあそうしようかな。置き直そう。これちょっと傾斜しちゃってるからもうしょうがないね。いいんじゃない？でもこうやって囲ってしまうとタンクをロッカーに置く予定だったんだけど、そのスペースはなくなってしまったな。ああいいね。ここはしょうがないけどね、傾斜があるから。いや、やっぱこのモッドはすごくいいな。とても良い。ここ開かないんだけどね、これね。見た目だけだけど。で、これってさ、あったよね。これか？これだね。で、表裏があると思うんだよな。支柱が外側だね。というのはこうか。どこだ。いやー、これ見づらいな。ちょっと一回。こんなはみ出してたんだ。あ、意外と内側だね。もうちょっとズームさせてほしいな。OK。 おお、いい感じじゃんか。ちょっとね、ここまでは当たらないんだけど、こっから急に当たるっていうね。謎の挙動になってるけど、いいじゃん。ちょっと草生やそうぜ。めちゃくちゃもう草を置いた時点で隠れるんじゃないか説はあるな。低い草がさないから。うん、
で、まあ木と岩だね。木ね。みんな大好きオークでもいいんだけど、カバノキもいいかもね。みんな大好きなのかな。俺は大好き。俺が大好き。オークでもいい。あとここにタンクを送っててもあるけどな、無理やりね。あまり美しくないよな。でもサイレージ添加剤か、まあ、買って持ってきて棚とかに置いとくって感じでもいいっちゃいいかなっていう気はしてんね。種か。こんな柵までつけたのに若干美しくないな。それこそこっちにする？タンク。いやー、なんかそれもあれだな、悩ましいな。種ごとき買いに行ってもいいちゃいいけどな。うわ、何これ、これサイロなの？なんか変なアイコンついてんな。組み立てるってこと？ビルド。いや、こんな演出があるんだ。いる？これ。いや別にあっても全然いいけど。凝ってるね。すごいね、作り手のこだわりが感じられるね、モッダーさんの。そうだね。ここら辺に棚でも置くか。あの棚はどうだっけな、装飾だっけな。これか。奥にすべきか、こっちにすべきか。まあ、そうだな。トラクター、まあ奥が取りやすい、か。いや、ここが限界か。もうちょっと奥に行けると嬉しかったけど。いけない？あ、もう取り出すこともかなわん。仕方ない。これはもう諦めよう。もう裏側に落ちたりしたらもうこれ最悪だけどね。お気に入しね。お気に入し、お気に入し置いちゃうか。ちょっと主張が激しいかな。
そうね、やっぱここにタンクを置く可能性っていうのをちょっと残したい感じはあるな。いや、やっぱりお気に入りを置くべきだよ。だって気に入ってんだもん。うん、いいんじゃない？こっち側、うん、そうだな、フェンスつけるか縁石つけるか、それこそフェンスがあるとここの畑仕事が相当厳しいことになるからな。この裏にタンクを置くとはでもまあ言っちゃいいのかな。なんなら木植える？うん、なるほど、そういうことにしよう。これそもそも木があったっていう設定だよ。そもそも木があったからここはこのエリアまでにしたっていう脳内設定だね。あと夜になった時にここにライトをつけたい感じはあるんだけど、ここだけ置いとこうかな。ここはちょっとね、畑仕事のためにちょっと実用度を優先しよう。オッケー、いいんじゃない？ああ、看板置くか。いや、ここにも看板あるから、看板サンドイッチみたいになるかあんま良くないかな。そうだね、もうこれはこれでいいかも。いや、ここがちょっと後ろに出っ張ってんのが、ここが出っ張ってるのが嫌だな。めちゃくちゃ細かい話だけど。いや、かといって置き直すほどでもねえんだよな。これってどういうもんなの？どっから水を引いてんの？壁に密着させるべきもんなのかな。うん、まあいいんじゃない。
うん、奥行きも十分だね。おお、めちゃくちゃギリギリまで行ってる。取り回しのスペースも広く取ってあるし、使い勝手はなかなかいいんじゃない？うわー、これ出すとき大変そうだな。長いね。そしてこれ一番左は、向かって左側は物置スペースでもいいのかなっていう気はしないでもないな。そうなるとやっぱ奥じゃなかったね。あれなんとか取り出せねえかな。一瞬いけたんじゃない？ほら、おー、いけた。ちょっと狭い感じにはなっちゃうけど、これはだからやっぱ横にしよう。あそこね、ライトのスイッチがあるんだよね。それでいくとこっち側の方がいいのか。あ、こっちにもライトあるのか。まあじゃあどっちでも一緒か。じゃあやっぱこっちにすっか。うん、これいいべ。あー、だいぶ汚れてるね。このレールフォーク、上に持ってく？上っつうかの北に持ってく？ここをもうベールフォークそんなに使わないと思うんだよね。まあ後で取りに来てもいいかもね。ああ、いいね、デイリーの感じいいね。いやー、不思議だよ。パレットフォークを買いに来たはずが、トラックと荷台を買ってしまったな。いや、不思議不思議。まあでもお気に入りだからしょうがないね。買っちゃうよ、お気に入りだから。
日々の買い物にやっぱ便利だからさ。やっとこの勝手に置かせてもらってたお店の軒先から持ち帰れますね。これやっと、さあ行こうか。いるかな、これ。あ、これじゃ上がんないかも。無理やり行けたわ。しまったな、3台格納すればいいっていう予定だったんだけど、計らずも1台いきなり増えてしまったよ。あれ、ここなんか地面見えてね。そういうこともあるよ。ドリー、これ結局使わなかったんだっけな。これ売却でもいい気がするね、このドリー。まあ一応置いとくか。使うかもしれんしな。まだスロットも余裕があるからいいだろ。後々資料コンバイン買ったらどうしようかな。まあこいつを別のとこに移動させるか。うん、いいんじゃない。まあいいんじゃないかな。
とりあえず、あとここに拡張できるスペースもあるし、手狭になったらあっちに増設しよう。ひとまずじゃあこれで運用してみよっかね。さてそれでそろそろ次の丘陵地開発のプランを練らないとね。そうだね、今考えてるのはここのねスラリーがかなり溜まってきてるので、まあこの辺を利用してお金を稼ぐためのバイオガスプラント、この辺を考えているんですが、場所をどうするかだよね。まあここでもいいけど、もっと奥まったところに作ってしまうかとかね、いろいろ考えてはいるんですけど、まあちょっとその辺はまた次回までに考えてやりましょうかね。というわけでとりあえず今回はこの辺にしときましょうかね。それではまた次回お会いいたしましょう。以上ねむたげでした。